どうしよう、プロデューサーが来ない。今日は大事なロケなのに。前のロケでディレクターと大喧嘩してたからな。なんとかして代わりをできる人を探さないと。でもあのディレクターの言うことに動じないで堂々とできそうな人なんて、あの堂々キリンはプロデューサー、うぼ言わせないオーラいた。そんな都合のいい人を見つけました。え、ちょっと待ってください、そこの救世主。いや、えらく堂々とした方。はい、実はこれからあちらの飲食店を紹介するグルメ番組のロケを行うんですが、人手が足りなくて困ってるんです。お手伝いしてもらえませんか。ロケの手伝いだと、素人の俺がそんなことできるわけないだろう。問題はそこじゃないだろう。できることではないが、お願いします。あなたじゃなきゃダメなんです。そこま、ここまで言われていることだし、手伝ってみるか。手伝う。キリちゃんお人よしだからな、こういうこと断れない。仕方ない、少しだけなら手伝ってやるか。ちょっと興味あるしな。実は今日来るはずの番組プロデューサーが事情があっての来れなくなってしまったんです。ぼかしてんな事情。なので桐生さんにはその代わりをしてほしいんです。何？俺がプロデューサー。桐生 P 爆誕の瞬間じゃん。よくわからないが大変そうだな。それにそれってかなり偉い役職なんじゃないのか。いや、プロデューサーなんていうのは偉そうにしていればそれだけで大丈夫ですよ。これ 全国のプロデューサーへの風評被害がその程度の職種です。このゲーム作った人プロデューサーに恨みありすぎだろう。そんなものなのか。だがいくら、ね、なんでも素人の俺が代わりにやってたらすぐにバレるだろう。平気ですって。プロデューサーっぽい服を用意するので、それに着替えればプロデューサーに見えますよ。絶対にプロデューサーっぽい服なんてのがあるのか。肩にカーディガン、そして白いワイシャツ、柄物のズボン。おい、本当にプロデューサーってのはこんな服装なのか。似合わない桐生ちゃん。はい、バッチリですよ。どこからどう見てもプロデューサーです。ディレクター入られました。来た。じゃあ桐生さん頼みましたよ。できるだけ自然にお願いしますね。ぽいおっぱー。現場にいてほしくないディレクターナンバーワン、おはようございます。おお、モリちゃん、おっぱー、おっぱーです。モリちゃんいいね、今日もよろぴく。キリュウさん、こちらがディレクターのパピオン加藤さんです。名前がかませっぽいな。キリュウです、よろしく頼みます。そんなんじゃ堅苦しいよ。噂には聞いていたが、テレビ業界の人間は結構チャラチャラしているようだな。チャラチャラというか、どの業界も挨拶は大事なんだな。さてどうするものか。ちょっと待って、キリュウ真面目すぎる。チャラチャラした挨拶するか。はい、バビオン加藤ちゃん、今日はちゃちゃっとロケの方やっちゃう感じで頼むよ。えはんいいね、キリュウちゃんイケイケ系だね。シクヨロ、おいて、おい消え物ねえじゃねえか。何消え物って。あ、すみません、ただいま用意します。すみません、キリュウさん、そこのテーブルに置いてある消え物持ってきてください。消え物、とりあえず言われた通りテーブルを見てみるか。やばい、どれが消え物なんだ。でもとりあえず包丁持ってきたい感じはある。おい消え物持ってきたぞ。キリュウさん、早くテーブルに置いちゃってください。お前が怖すぎる。ちょ、キリュウさん危ないですよ。包丁なんか持ってきてどういうつもりですか。これを使って消せばいい。いやいや、それ違う業界の用語みたいになってますよ。違うのか。何、消え物っていうのは食べ物だったり消耗品のことですよ。食べたら消えるでしょ、やっぱ食べ物なんだ。ロケの足を引っ張ってしまったようだな。ごめん、キリュウちゃん、その消え物の後で物取りするから、八百屋にしておいてよ。どういうこと。ああ、八百屋にするだと。八百屋を呼んでくる。すいません、八百屋さん。おい、八百屋だぞ。お、キリュウちゃん、サンキューちゃん、どれどれ。おい誰よこの人。
八百屋の矢口さんだ、急遽無理を言って来てもらったどうも八百屋の矢口です。はい、どうも矢口さん連れてきてどうするつもりなんだよ。八百屋にしろと言ったのはお前だろ。八百屋にするっていうのは八百屋さんの野菜を並べるように取りやすく斜めにすることでしょ。なるほど、そっから来てんのか。桐生さんすいません、この皿わ笑っておいてください。何何、皿を笑うだと。よし行くぞ。ええ、よいしょおいおい、お前何やってるんだよ、カメラ回ってるんだぞ大暴れ、キリュウちゃん大暴れです。ちょっとキリュウさん何やってるんですか。お前が酒を笑っておけと言ったから酒皿を割ってみたんだが笑うというのは割ることじゃないんです、片付けるって意味ですよ。何なんだと。ごめんね、さっきの締めのコメントをもう一度ください。どうやらロケの邪魔をしてしまったようだな。なーに、素人の俺にできることなんてこれくらいしかないからな。喧嘩ふふ、やっぱりキリュウちゃん素人だったんだね。あ、いや、わかった気づいていたのかまあね、最初の挨拶の段階からうすうす気づいてたよふ、やはりプロの目はごまかせなかったか。だがそれならなぜ俺をその時点でロケから外さなかったんだ。キリュウちゃんが、うわ、出た竜が如くのこの BGM、わからないなりに情熱を持って一生懸命やってくれていたからさ。よーし、いい番組にするために今日はてっぺんまで会議だ。勘弁してくださいよガッハ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 ッスー、てっぺんってなんだ4コマ漫画やめろ、4コマ漫画